スケマスイッチの時田です。20日に向けてちょっと今日練習してきたんですけど、みんなだいぶ仕上がってる感じで、僕はちょっと足を少しだけ痛めたんで早く治そうと思って頑張ってます。とりあえず、試合を盛り上げるためにいろんなことを考えてますので、会場に来ようかなと思って迷ってる方、スタジアムにぜひ足を運んでください。そして、僕らのエキシビションマッチを見てサッカー面白いなと思ったらそのまま残っていただいて、ベルディとジャスさんの試合もぜひ観戦してください。きっとすごい高いレベルの試合が見れると思うので、もちろん僕らの方も頑張りますけど、合わせて楽しんでもらうと嬉しいです。20日お待ちしてますのでお願いします。スワブスの時田慎太郎でした。失礼します。皆さんこんにちは。元ベルディのキラーです。今日は、みんなで練習しましたけども、なかなかいい感じで、仕上がってきました。当日はベルディ OB の方では出ずに相手対戦チームとしてやらせていただきます。お手柔らかによろしくお願いします。ぜひ、楽しんで、欲しいと思います。みんなでお礼に行きましょう。ありがとうございました。福西隆です。11月20日日曜日、東京ベルディ対ジェフ千葉戦の前にエキシビションマッチに参加することになりました。今非常にコンディションがいいのでいいプレーを見せられると思います。そして皆さんと楽しみながら、そして東京ベルディの試合も一緒に盛り上げていきましょう。応援よろしくお願いします。